焼肉 Vlog 第2弾。嬉しい。イエイ。今日はじゃじゃん、焼肉チャンピオンさんに来ています。好きな焼肉屋さんだったので嬉しい。お腹が好きすぎているので早速選んでいきたいと思います。タンがいろいろ種類がある。極上タン、並タン、巻き巻きネギ、塩タン。タン下がりってなんだろう。巻き巻きネギタン、塩とタン下がり気になりますね。調味のだって。何調味のって。下がりってさ、北海道だと思ってたけど下がりがある。やっぱ格的かな。冷麺も絶対食べよう。お腹空いたし早速呼んじゃおうかな。ワクワク。実は昨日も焼肉を食べまして、私今日食べると知っていたのにもかかわらず食べてしまうぐらい焼肉が大好きです。独断で勝手にビールを頼みました。私、食べ物屋さんでアルコールを頼めるようになったの最高だなって思う。前回の時はノンアルコールでやったんですよね。行きます、行きます。じゃあ、黒ビール。はい、ありがとうございます。イエーイ、美味しそうだな。黒ビール、いただきます。あー、やばい。サウナの後のビールやばい。頼んでよかった。焼肉来る前に飲み干してしまうかも。私結構ビールの中でも黒が好き。はい、買ってきてございます。はい、はい、どうぞ。いただきます。私は格的が大好きということをここ数年に気づいてしまい、コリコリするのが好きなのかも。ずっと食べ続けられる格的だったら、ビールで終わっちゃいそう。この Vlog お願いします。ネギ巻きタンです。すごい。これ大判のタンが4枚で、焼いたらこのネギを乗せて、くるくる巻いて召し上がってください。さらにレモン絞って召し上がってください。すごい、見てください。すごくない？びっくり。これに焼いたらこれを巻き巻きするんですって。よし、こんなもんでいいですかね、焼き加減。ここにネギ、私はとにかくネギが大好きなのでたっぷりいきます。レモンをちょっと垂らします。やばい、いただきます。わー、嬉しい。ネギとタンとレモン、塩の相性はもう最高すぎて、整った後の焼肉って断然美味しいかも。どっちがいいんだろう。でも焼肉食べて、まあ、お酒もいただいてサウナ行く。あ、でもお酒飲んだ状態でサウナ行っちゃダメなんだもんね。やっぱこの流れが一番いいんだ。だから朝サウナ行って昼焼肉、最高だ。この時間から焼肉食べて、お酒飲んで、しかもサウナで整った後で、なんかもう人生すべて最高って思えちゃう。なんかソガリってさ、北海道でしか言わないと思ってた。ハラミなのかな、サガリって。何なんだろう。この後さ、めちゃくちゃ綺麗なホテルに行ってさ、そのままなんかダラってしたい。最近ホテルに泊まるの好きで、何も持ってかないの、いろいろしちゃうから。サガリ、うん、最高だ。今度から美味しい焼肉を食べに行く前にサウナ行こう。おかわりしようかな。まだ入ってる。入ってた。嬉しすぎる。ホテルでもさ、Vlog 撮れるじゃん。そこでさ、ナイトルーティン撮って、朝はモーニングルーティン撮って、贅沢デイの Vlog が夢です。いただきます。
ご飯がっつり食べたい日はタレを頼むんですけど、お酒の日は最終一杯目ビールでそれ以降レモンサワー頼むので、塩に尽きるんですよ私は。何時間焼肉屋に入れるかってやつちょっと今度やりたい。塩の焼肉とレモンサワーで何時間果たして入れるかみたいな企画どうですか？でも一人じゃなんか持たないから、ライブ配信とかにしてコメント見ながらやるってどうですか？レモンサワーが来ました。このレモンサワーのタイミングでミノがね、いい感じに焼けてるかも。ミノネギたっぷりで、美味しすぎる。レモンサワー何ぐらいぶり飲んだかってぐらい久しぶりに飲んだ。ミノとレモンサワーの相性は本当にやばい。冷麺、冷麺が来ました。このね、時間になると私のね、前髪がペタンコになるの。もう、カーラーを巻いて握りながら、次のね、撮影もあるので、ちょっとカーラーをつけて、ご飯の冷麺を食べたいと思います。この冷麺は、卵っぽさがすごいある。ロリッと食べれちゃうんですよ。昨日の夜とほぼ同じメニューなのに。ごちそうさまでした。美味しかった。パンパン腹12分目ぐらいですかね。でも多分1時間ぐらいですぐ消化されちゃうと思うんですけど、美味しかったです。幸せな時間でした。またねー。